言ったっけ。あれだろ、あのケイタの担任だろ、うん、うん、あれだよ、その俺もさ、うん、この前、ケイタの野球行ったろ、うんうん、でその時にまあ少しいらっしゃってさ、うん、話して、まあわかるよ、だから、うん、ああなるほどなって感じだった。若い若いな、若い、25、うん、若いわ、うん、で多分まあいいんだけど見たんだろうな、うん、そのあのそういうドラマみたいのをな、うんうん、ケータ聞いたらさ、うん、お母さんお父さんいたら、うん、よりあのスイッチが入る、あ圧がな、なんか、うん、多分だけどまだ若いじゃん、うん、だからさ若いお母さんにもちょっとかっこいいと思われたいっていうのがあるんだろうね。ああなるほど、あ私そこは考えなかったな。私はね、それもあるんだ。自分がそんな目で見ないからわかるよ。私も若い時に先生見てたら私はかっこいいと思ってしまってたかもしれないけど、あそんな、あそうか、私はもう単純に自分に酔ってる、うんのかなと思って、ここまくってたよ、ここ、まくってました、まくってました、片方だけ、なんだあれ、なんで片方をまくんのあれ。それが俺たちの夢だろうって言ってた、10回ぐらい言ってたな。残したいんだろうね、後世に。ああなるほどな、確かに今思うとその夢だろうの時に、うん、2回ぐらい目あったんだよ、うん、その10回中、うん、それは何かって言ったら父兄を意識しての、意識してる、うん、それが夢だろう、意識してる、なんだろうな。あと斉藤さんっていうね、うん、ケイタがよくほら前英会話一緒だった子いるじゃん、うんうん、あの子のお母さんがさ、それこそね今30、いやお若くてな、若いよ、お綺麗だよな、まだ32とかだって、うん、ケイタがそれこそ小学1年生ぐらいの時、うん、とか話題だったもんな、綺麗でね、お綺麗な人、もともとモデルさんやってた、ああそうそうそう、それももう噂になってたよな、で旦那さんのプロデューサーさん、うん、ああそうそうそう、うん、よくさ その普通のこんな公立のな、うんね、学校入れたって話になったもんな、まあ、そんなじゃな、もう そのね、そうだってあのお母さんの目めっちゃ見てたよ、うわー気持ち悪いな、斉藤さんのノックの時にな、うん、その私も野球やってたからわかるけど、うん、その自分に酔ってるノックなんだよ、ん、自分に酔ってるんだよ、ノックして、うん、ノックするだろ、うん、で生徒が取れないだろ、うん、もっと手出せよってこうパーンって打った時に、ベロ出てたんだ、それがもう引いてな、うん、やだ、うわーノックしながらベロ出してると思って、で打ち損じたんだよ、うん、またバカーって打ち損じた時も、うん、それはそれで、うん、でベロ出してたんだ、ベロやだね、生きる時と失敗した時両方ベロ出てたんだよ、まだ意識的な方がいいな私、はあ、なるほどな、無意識ベロ出しはやだな、あ、いや、お昼ご飯見た？見た、味噌汁さ自分でポットに入れてきてた、なんかもうさ、いいよ、いいことだと思うよ、家から味噌汁をその魔法瓶に入れてで飲んでる、ちょっとなんかエコだよみたいな、なんか自分のさこのキュッキュッキュッってここに味噌汁だよみたいな、でなんかもう自分のさパッキンに入れた何わかめみたいなさ、うん、ジップロックのちっちゃい、うん、ちっちゃいジップロックみたいな、うん、なんだあのちっちゃいジップロック、うん、でパッパッパッってさ、もう私はフィルターがかかっちゃってるから、うん、まあな、なんかアピールにしか見えない、うん、こういう先生やってますって、うん、嘘じゃない、まあわかるよ、魔法瓶に味噌汁入れてちっちゃいジップロックにわかめとなんだ厚揚げみたいな
あの硬い厚揚げ、うんうん、あれを入れて、で魔法瓶から味噌汁出してパラパラパラっつって、嘘じゃないあれは、うん、あれ嘘だと思う私、まあ、嘘ついてるこの人と思っちゃった。確かにその嘘が証明されたというか、うん、菓子パン食べてたからな。菓子パン食べてた、だからもうそれに時間取ってんのアピールに。だって本来味噌汁を心から持ってこようと思ったらコンビニでおにぎりに手伸びるよな、うん、かもう握ってくるかね。そこまでやるんだったら私握ってきて、あー確かに確かに、握ってでなんかもう、まあ、それもやだな弁当なんかアピールにしか見えない。チョコチップメロンパン食べてたからな。チョコチップメロンパンと味噌汁は合わないな、ちょっと納得できないな。あの修学旅行の写真見た？見たよ。写りすぎ。一番嫌だったのがこうそれこそケータをこうしてな、うん、でもう一人あれは拓也くんかな、うん、もうこうしてな、ク、うん、って撮ってたんだよ。まただ、うん、そんなんさ、ま、担任がやることか、うん、な担任の先生がやることじゃないぞ。宮城さんのお母さんが見たけどさ、駅前のガールズバー行ってんだって。まあまあまあ、でもまあそれは別に自由だけどな。いやよ、なんで駅前のガールズバー行っちゃうのと思って。ああ確かにな、その気は利かないよな。気は利かない。その駅ぐらいはな、別に 2,3 個くらい話せばいいわけだからな、うん、みんなで飲んでたのか知らないけれど。やだ、こうずっと試合見てただろ、うん、途中練習試合見ててさ、うん、でもう私もあいつにもどうしても目いっちゃうんだよ。いっちゃうね。でな、うん、ずっとこう貧乏ゆすりしてんだ試合中に、うん、それもすごい嫌だったんだけど、やだやだ、うん、歌ってんだよずっと、今何歌ってんだろうと思って、うん、口だけじゃ分かんない、うん、でなんかなんとなく後ろの方にこうふわーっと行ったらさ、うん、何歌ってたと思う、うん、チューリップの恋模様、チューすればするほど好きになるって。1個目の歌じゃないね。はぁ、あ、俺さ引き出し1個目の歌じゃないでな、うん、右見たらさ、うん、ケータが素振りしてるんだよ、うん、あーうちの息子が頑張ってると思ってもう一回そいつ見たらチューリップの恋模様って歌ってんだよな。あいつって呼ぼう私。あいつのせいだもん。なんかあいつの元で野球やってんのはかわいそうだよな。かわいそうだし、もうアルバム見て思い出すんだいつか。うん。あやだな。あいつあれじゃない最後卒業式のさ、アルバムのさ一番最後に先生書いてってでっかく書くんじゃない。まあ書くだろうな。ね、1ページ使うっていうボケとかしちゃいけないボケとかするだろうな。しそう。あいつはそういうやつだろうな、うん、なんか恋愛相談をな、うん、生徒にするんだって。ほらさ国語のさ京田先生っていうあの綺麗な方わかるか？みんなの参加いた、うん、あのほらショートカットの、うん、なあみたいな。京田先生さ、俺のことどう思ってるかなって生徒に聞くんだってよ。で生徒たちはさ、ケータも含めてさ、気を使って、うん、いやめっちゃ合ってると思いますよみたいな言うんだって。生徒に気使わせてるもん。そうなんだよ。よくない。いやー合ってると思いますよみたいな、見えますよみたいな、うん、うちのケータがさ、やだやだ見えますよ二人が並んでる姿みたいに言ってんだよ。やだやだろ。やだ、もうそんな良い人覚えさせちゃダメ。やだよ。やだやだ、気持ち悪い気持ち悪い。それに対してうるせえって。やだやだやだろ。25とかでしょ。気持ち、もうさ中学生が小学生と遊んでるみたいなもんだよ。そうそう、多分あのいたじゃん地元で。いたいたいたじゃん、あの高校生になっても小学生と遊ぶ、うん、俺の地元だったら森な、うんうん、そいつ森があれが先生になっちゃった。だって森がよ、クラスではさこうなんかこう別に
その、まあ、冴えないタイプみたいな感じなんだけどよ、ヨーカドーで一回会った時によ、うん、あのベターにヨーカドーにゲームやるコーナーあるだろう、うん、あの試しのゲームみたいなさ、うん、あそこでさ森がさ、森がその時中2ぐらいでさ、小学3年生ぐらいの子をさ、うん、囲んでさ、うん、こうやんだよみたいにやって、うん、すげえみたいな言ってたんだよ、うん、で俺のことを実方くんって呼んでたんだよ、うん、だけど森、うん、おい森って俺が言ったらその時だけさ、おおじいちゃん言ってたの思い出すよ思い出すね、友達少ないから、おおじいちゃん前年に友達、うん、うちの地元は富樫くん坊主の、あなんで富樫くんだと思う、どういうことなんで富樫くんだと思う、えななどういうことどういうことなんで富樫くんだと思うってあのうちら小学生たちに、うん、ハンターハンター先に教えてくれたからああなるほど、お前が小学校の時の中学生なんだ、そうそうそう、でハンターハンターって知ってるかって、そうそう、ハンターハンターを大量にすごいな、面白い漫画があるって言って、あだってやっぱ中学生は読むもんなジャンプ、そう、うん、だから早めにハンターハンターを小学生に教えたから富樫くんで、ハンターハンター信じられないぐらい面白いから富樫くんすげーって、みんなびっくりした富樫くんって言って、やっぱいるんだな、なんでどこに、それと一緒だよ、しょうがないやつだよ、あいつだ